オルドス青銅器文化とは、紀元前6世紀から紀元前1世紀の頃、内モンゴル南部のオルドス地方など、陰山ンン山脈と万里の頂上に挟まれた地域に栄えた文化、旧地域名水塩から水塩青銅器文化とも呼ばれる。大量の青銅器を出土することで古くから知られる。近年になって、墳墓の発掘調査も行われている。青銅器は、 月帯様式に強い影響を与えたモンゴル高原西部から南シベリアに分布していた遊牧民からの影響が見られる。歴史上記録のある敵、強度特に成獣と関係がある。この地域では後期旧石器時代から青銅器時代に至る遺跡、遺物が発掘されている。青銅器文化は紀元前8世紀頃から紀元前1世紀頃まで続いた。初期は 北方のカラスク文化の影響を受けるとともに、州の青銅器文化の影響も受けている。紀元前7世紀頃からは、スキタイにも強い影響を与えた、ブグ、バグや、動物のデザインが、この地方にも現れる。特に南シベリアのタガール文化と共通のデザインが、多く、直接影響を受けたと考えられている。人物像ベルトのバックルトラに襲われる馬この文化について、 直接の歴史記録はないが、同時代のこの地域の住民集団や政治状況の伺えるものとして、関石古典の記録がある。古い時代にはこの地域に居住した牧畜民は敵と総称されていた。紀元前三世紀には、この付近の西側に月子がいた記録がある。月子の系統はおそらく、トカラゴハワ社の系統であるが、 イラン語ハワシの際あるいはサカの系統とする考えもある。強度は記録上、紀元前3世紀に南下して、オルドスに現れた。その後、長と旗がオルドスを支配したが、紀元前209年強度に敗れた。強度は再び南に勢力を伸ばし、木突前雨の下で、紀元前160年頃月子の領域に入った。敗れた月子はサカを破り、西方へ追ったが、後には、 ゲシ自身も中央アジアに追われることになる。郷土はこの時期にオルドス地方を征服し、中国と直接接触した。前寛は武帝の時代に郷土との戦いを開始し、紀元前127年にオルドス地方を征服した。ありがとうございます。